こんにちは、食品祭り AK フードマンです。今から、アゲインストアクロックやります。今は、横浜の、スカイスパというサウナにいます。サウナで、頭の中を真っ白にして、そこからそのトラックメイクするといい曲ができる。もうそれはもういつも、そんな感じでやってます。ちょっとだけ緊張してますけど、まあ、あのサウナが僕をあの導いてくれるんじゃないかなと思っております。3、2、1、はい。今声を録音したものをサンプラーに入れて、加工します。
できました。10分なかなかそうですね、なかなか難しかったですけど、まあでもなんか意外に割と形になったのかなっていう気はしてます。ちょっとすごいシンプルな感じの曲ですけど、ちょっと僕のサウナの気持ちを表現した曲が今完成しました。1分15秒ぐらいの曲ができました。そう、サウナは、ジャンルだと思ってて、なんかそのなんかこうエレクトロニックミュージックってまあ、それ変な話ですけど、そのエレクトロニックミュージック以外もですけど、音楽ってなんかこうちょっとトランス状態になることで、その影響から作られた曲、音楽ジャンルって結構いっぱいあって、まあ、ちょっと良くないけどなんかドラッグとかの影響から作られたのもあるんですけど、なんかそういうムーブメントもあって、でなんかサウナはなんか俺個人的にはなんか現代のサイケデリックカルチャーと思ってて、なんかこのなんですかね、こうちょっと意識がちょっと変容した感じのなんだろう、こう音楽はなんかやっぱサウナじゃないと、サウナに入らないとなんかできないのかなっていう、なんかそんな気がしています。はい、オープニングイントロはちょっとアンビエント的な感じでスタートして、で TR808 のタムがポコポコ入ってくるっていう、なんかイメージ的にはなんかアンビエントなんだけど、なんかゲットハウスのアンビエントバージョンみたいな、すごいシンプルな作りなんだけどアンビエントっていう、であとこだわったところはキックとベースがないっていうのは結構こだわりました。まあなんかサウナの中のというか、これ結構まあ水風呂の中でこう白目になっている自分の顔が見えますね、これは。まあ10分でこういう感じのね作ったってなかなか、これはね ちょっとこの なんかだけど、まあまあいいんじゃないですかね。